はいということでね本日はえー、っと「クラノーなるチーム4」サムネイル公演初日でした無事終わったはいということでちょっとお水いやーちょっと今日は初日でねだいぶあれだったんですけどねそうなんか本番始まるまではそこまでだったんだけどねおばあちゃんかかった瞬間に緊張が高まってしまってね <laughs> そうびっくりしましたねはい、まあでも無事に終わったということでちょっとねおわっなんか初日だなんか実感湧かなかったんだけど初日を迎えたっていうね実感がちょっと湧かなかったんだけどそうでもすごいね今までで一番なんかそのなんだろうなすごいいっぱいいっぱいにならずにあのー。 なんかいいいいっっっぱぱらずになななんんかかかできたかなって思うなんかそう鍵穴の声めっちゃ緊張してたよって言ったけどあの時全然あ緊張はしてなかったけどやばい準備間に合うかなっていう緊張はしてたかもそう一瞬で、ね、まだ準備できてなかったからそう準備できてなくってあのー、なんだっけあのー、全然やってる間に。 あと口紅塗るだけなんだけど間に合うかなーっていう緊張だったかもしれないそれはでもあんまね緊張した感じはそんなにしてなその時してなかった実を言うとそうですまああと普通に影慣れは緊張する <laughs> 影慣れをするのは緊張する普通にそう多分それだわそれだ影慣れするのに緊張したなと思う多分そう いや,でもねやっぱその前日にそう投資やってちょっと一回でまあ本番前にも投資やったからさで今回は結構なんか自分の中でキツキツスケジュールじゃなくってなんか今日はここからここまでのブロックやろうみたいな感じでなんかあの決めてやってったのもあってやっぱちょっといっぱいいっぱいにならずに。 楽しんでできたなーって思います本当にそうだから今までで一番楽しい初日だったかも。うん、<laughs> お腹なったねちょっと一応ご飯はねちゃんと食べてあのさっきね「カニカマにしたらばん」っていうちょっとあのカニカマっぽいやつを食べた。 自己紹介ちょっと忘れた自分の年齢21歳で合ってたかが不安だったそうめ, <laughs> めっちゃお腹鳴なるやんめっちゃお腹鳴なるんですけど <laughs> ということでねまあユニットも2曲 ありましたけど、皆さん予想当たりました。当たりましたか、皆さん。そう、それでね。じゃあ、チームフォーの。初日を迎えたということで。皆さん。私の。 あのチームフォンじゃなくてえー、っとなんだっけ私の好きなサムネイル公演で好きな曲一番好きな曲は何かを皆さんに当てていただきたいと思いますじゃあ今からねあの考えてかんかん今から考えてというか多分だいぶ サムネイル公演自体のその初日迎えた時に考えてた人もいると思うけど改めてコメント欄にねコメントしてくださいヒントとしてはあんまりはヒントにならないかもなんだけどあのちょっとこれまでで私がその劇場公演で私この曲好きなんだよねみたいな 曲にちょっと方向あのなん違う規則性があるようなないようなって感じですそうちなみに頭からいくと「ゲッチュー」「青臭いロック」えーと「ランナーズハイで」で「B マイ」「唇に B マイベイビー」でユニット曲が「コイントス」 で、全ては途中経過過ちひび割れた鏡バゲ,ッバゲットで次が誰が私を泣かせたでだから君が好きなのかラブトリップであの日の自分で誕生日単語えー、っと君はメロディー翼はいらないですねはい。 でもなんかやっぱレッスンを重ねていく上であこの曲もすごい好きだなっていう曲ができましたねまあそれじゃないんですけどそうなんかこの曲が一番初めに好きになったかなその私の一番好きな曲はちなみにあのそう一人答え一個だからねあの 答え1個だからね一挙みんなこれだっていうのを選んでね <laughs> さあ当たるのかまあ今から5分ぐらいかな5分ぐらいちょっとタイマーをねタイマーをねってやろうと思った時だっただったタイマーになりそうなもの見っけちょっと5分ぐらいねちょっと測って。 その間にみんなコメントで書いて、ね、ああごめんなさいちょっとイヤホンがまあでもどうしてもこっちに変えたいってなったらあのファイナルアンーサーは OK だけどねじゃあ今から5分測りますでも 3, 3つぐらい答え出すのダメだからねそうファイナルアンサーは一つに決めてくださいねあのやっぱこっちがなって思ったらファイナル訂正訂正していいけどそう今あの5分測り始めましたそう何何何何は、まあ、ダメね訂正してね <laughs> 厳しいルール どうしても変えたいときは訂正してくださいね <laughs> 訂正は可能訂正は可能にするわじゃあその間何の話しようかなあ、えっとお手紙とグッズグッズじゃない <laughs> お手紙とプレゼントありがとうございましたそう訂正も一人一回ねそう一人一回にするよ訂正は そうまだねその多分もしかしたらどうなの今日渡したものとかが届くのかちょっと分からないんですけどそうありがとうございました手紙もねちょっとまだお一人しか読めてないんですけどありがとうございます そうまだ今日のは届かないかなでもちょっとジョン・マイ・ラブのこととかもいっぱい書いてくれて嬉しかったでも確かにあれあれどうだったっけさすがにジョン・マイ・ラブ始まってからまだ公演出てないってことはなかったもんねうんなかったなかったあのチーム4の千秋楽もあったからね村山チーム4のそうそうそうあでも結構ジョン・マイ・ラブのね あの感想のこと書いてくださってありがとうございますうん元カレですだったよ今日今日のメイク結構いい感じにいったなふふ <laughs> そういえばなんかじゃあちょっと蔵の,の,のなるなるチーム4のなる,なるキャプテンからこちらの博多ドーナツの差し入れをいただきましたそう私は差し入れはねあのー、あまり愛に取らないようにとは思ったんですがなる,なるからねもう最初「誰だ取ってないの?」ってちょっと怒られて <laughs> もうあのなる,なるが渡してくれたから。 受け取りました、まあ普通に取ろうと思ったんだけどね私ドーナツ好きだし焼きドーナツだっていやー焼きドーナツが大好きなの私ドーナツの中でも焼きドーナツが特に好きでそうなのでこれは6月22日があの賞味期限なんで <laughs> みんなにみんなに言うのも <laughs> あれなんですけどそうここまでには食べます <laughs> 逆にそう <laughs> 差し入れ取らなくて怒ってるっていうねいやでもそう最初取ろうかどうか迷っててそうなんですよ <laughs> そうなんかあと何個の子ってあと2個でした誰だ取ってないのっつって、うん、私ちょっとひっそりした時ま取、あ、ってないの私なんだけどね」つったら「取って!」って言われた<笑><笑>いただきましたありがたくいただく焼きドーナツ大好きなもん嬉しいそれになるなるがね なんこれ好きって言ってたからあじゃあちょっとたそれはやっぱ食べようってなったそうそうキャプテンのご意向なんでねありがとうございますカロリーも211カロリーとねいい感じ間食は大体200カロリー以内に収めましょうって言われてるけどまあ211なんてもうね OK なんですよ最高だよいやー嬉しいねまあ博多なんだけどねこれ <laughs> いや熊本の差し入れ嬉しいなーって思ったらまあ博多って書いてあるけども でもそう焼きドーナツ焼きドーナツって美味しいよねあとちょっと揚げまんじゅうかあの焼きドーナツとは全然関係ない待ってあと20秒だわ <laughs> 待ってそんなこと言ってたあと20秒だったみんなみんなもう大丈夫答え書いたまああと10秒で終わるけど <laughs> 答え書きましたみんな はい一応5分経ったよじゃあみんな書いて今まだ書いてない人は今すぐ書いてください今すぐ書いて穴が開いてるからカロリーゼロあ天才もうあんなんねもうゼロもう形がねもうゼロだもんね <laughs> なんかあるよねなんかカロリーゼロ論あれね結構面白くて好きそう じゃあみんなそろそろ答え言っていいかい言ってもいいかな言ってもいいでしょうか良いでしょうかそれじゃあ正解を。 発表したいと思います。正解はこの曲です。恋は見てるよりする方が楽しい。ハラハラ。 ドきどき肩で息をして何もしないより汗かいたほうがいいやがてよくなるランナーズハイということでランナーズハイでしたそう正解者が一人もいなかった一人もおらんかったそうなんか前 にあの初日迎えた時にもやったらランナーズハイ一人もいなくて <laughs> マジでいなくてランナーズハイの人が「あれ?」って思いながらで今日もやったらランナーズハイ一人もいなかったそう <laughs> でその今まで好きになった曲と何か規則性があるようなないようなって言ったじゃんはいまず皆さん 私のチーム8の雫公演で一番好きな曲「ビバハリケーンは頭ブロック m んですさあサ,サムネイル公演ランナーズハウスかランナーズハイは M 何でしょうかそう m んです。そしてよくよく考えてみるとですね確かに パーーティー公演の M さん毒リンゴも確かに好きだし会いたかったの M さん会いたかったもうん確かに好きだということでランナズんかそうそれはね私ミッサーに言われて気づいたんだけど「ビバハリケーンも M さんだね頭曲の M さんが好きなんだね」って言ってて。 鉄な、まあ、はねちょっと好きな曲というかもういい曲しかないからいやサムネイルもいい曲しかないんだけど鉄なはねちょっとこの曲が特に好きって決まらないあでもあれかなチャイムはラブソングかなやっぱまあそれは M4 なんだけどもそうということでランナーズハイでしたでちなみにあの今日 っていうか練習って今日っていうか練習しててあこの曲好きだなって結構思ったのは翼はいらないでしたねそう最初ね翼はいらないあの2番のさ A メロの翼が生えたら自由になれるよのステップがめっちゃ苦手で <laughs> めっちゃ苦手で <laughs> そうなの <laughs> でやっぱ歌詞とか見るとあこんなにいい曲だったんだって改めて思ってそうあそこのステップ超苦手だからもう手がこうなってるもうこうなってるもう,もうヒヤヒヤしてるあそこそう本当にそうめちゃめちゃいい曲だなって思ったそうということでランナーズハイでした好きな曲は一番最初に好きになったなランナーズハイは超楽しい あオンでも見てくれてありがとう、うん。めっちゃ楽しかった。そう。ただ、まあ、みんな言ってくれた月中もね、ラブトリップもね、確かにね、好きなんですよ。好きっていうかね、やっぱ月中はさ、もう中四国でやって、めっちゃ、そう、私も中四国のイメージすごくて、やっぱ、すごい、あのー、踊ってて、ん 踊ったり歌ったりしてもめっちゃ乗るしめっちゃ好きなんですよそうゲッチ中は寝ながらでもいけるもん <laughs> そうゲッチュは本当にねもう寝ながらでもいけるマジで本ほんとゲッチュはもう実家レベルあのもうなんか実家たちが47レベル47のすてな町へレベルそうなんか地中四国といえば月中ですよそう で,でも「ラブトリップ」はなんかラブトリップ中四国のイベントでラブトリップやりがちだった気がするのよ。そうでラブトリップ好きだしで「b ーマイベイビーもねまあまあやってたからね「b ーマイベイビーも好きだしさ。とか「誰が私を泣かせた」ってもうめっちゃ懐かしいんだよねあのあのね幻の公園のユニット曲だったしうんそうなのよ。 そうなんですよそう <laughs> ねあでも私サムネイルのねあのー、頭曲の衣装超好きなの中盤曲はなんかもうほんと実家のような安心感を感じるんだけど <laughs> うん絶対こういう服持ってそうだもん私みたいなそう誰が私を泣かせたってそう あの幻のの幻公演の、ね、ユニット曲だ,ったんですよだからちょっとねあのなんか懐かしい気持ちになったしなんかそういう風に755でも書いてくださっててそう懐かしいよねって思いながらいや中盤曲の衣装絶対なんか持ってそうだもん私あのワンピ絶対好きだしなんかもうね安心感がすごくてそうででもやっぱ頭曲ない頭曲頭ブロックのそう 衣装が大好きなんだよねそうなんですよ。ということでランナーズハイでした。<laughs> そう。あと元彼のね、ジャージも着れたよ。あれ予約が明日の12時45分じゃない、12時59分までらしいです。そう。なんか動画も載ってたけど、あれを着てみんな、 クラのなるなるチーム4のメンバーになるなるしましょう予約しました <laughs> えありがとうございますすべては途中経過の衣装はあーちょっとねどうだったかな誰のかちょっと見てなかったまたもし今度余裕があったら見てみるねチェックするいやでもすべては途中経過の衣装めっちゃ好きなの あれねかわい,いお花がいっぱいついてて可愛い,いです、はい。ということでねあの多分20分そろそろ経つのでなんだっけランキングを読んでね終わりにしたいと思いますがまあでも本当になんかねそのいっぱい練習した頑張った回があったなと思ってそうやっぱ最初決まった時はほーん 本当にねあのね、達江門さ何タワーウェディングタワーやん可愛い,いありがとうございますびっくりした急なタワーでありがたわーセンキジョンマイラブなんかジョン鉄みたいだねもう <laughs>、ま、マッキーマッキー普通にマッキー <laughs> 普,通普通にマッキーそれはマッキーだわえでもそうなんかたくさんね練習した回があってあの なんかすごい楽しんでできたからね、あ、よかったなぁと思って、そうやっぱ、最初出るって決まった時も不安がすごすぎて、そう、いっぱい頑張ろう、練習しようって思ってたくさん練習した回があった。立ったわ。タワー立ったわ。ありがたわ。ジョンマイラブのジョン鉄みたいなタワー。まーい。マッキーマッキー。<laughs> もうあ、もうね、頭がジョンマイラブ畑なの。 やばいなんか急にカレー食べたくなってきたということでねじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います <laughs> はーいということでねーそういえばなんかあの前コンのさあれになんかカフェレストマーズさんといちご日和さんがなんか出店するみたいでさえなんか漂流ボックス漂流ランチボックス食べたいいやすごい かれのなニュースのな気のせいかさすがにこはまはあ明日にしようねちょっとねあの寝れなくなっちゃうから私がそうこの後はねでも今日はねメイクすんなり落とせそうはいということでねじゃあうんランキングランキング危ないランキングを読むのを忘れるところだったねじゃあ13位から13位ブきニゃンさん12位ケイちゃんさん11位ななたさん10位田所さん 9位ママさん8位ロミツさん7位プレジョンさん6位夏目さん5位飯田裕之さん4位アーティーさん3位カラスのかあこさん2位玉国さん1位がはやちゃんさんでしたはいそしてタツ右モンさんね本当にタワーありがとうございましたありがたわタワー立ったわありがたわジョンテツみたいなタワーありがたわジョンマイラブ畑だ あ、待って、ランキング変わったから、ちゃんと読みます。十三位けいちゃんさん、十二位ななたさん、十一位たどころさん、十位ママさん、今位いろみつさん、八位プレジョンさん、七位夏目さん、六位飯田裕之さん、五位あんきさん、四位カラスのかっこさん、さ位たまくにさん、二はやちゃんさん、一位がたつやもんさんでした。さあ、この後、私は、まず何をするかというと、プロポリスキャンディーをなめます。おやすみなさい。またねー。おやすみー。 また明日おやすみなさいアーカイブ見てね